まあ、僕たちアバンティーズが4人になる前に、はい、実は学生時代に支えてくれた元メンバーという存在がいました。それぞれ今何してるの？ああ、それ言っちゃう、言ってくる。イベントで儲けた金でここ旅行行ったんですけど、まあ、京都であのレンタカーを借りて人を引き込んで引っ掛けた。みんな引き込んで。次の質問、はい、彼女はシンプル、シンプルです。彼女は、あ、これ多分答えられない感じだから次飛ばしましょうか。あんまりね、自分がねえよ別に。やめてから一番笑った動画とクソ思んなかった動画。うわうわ、これすごい、両方来るかもしれない。見てる手で書きました、これは。あ、なるほどね。いや、あんまり言われすぎると傷ついちゃうから、こっち側は思んなかった動画、こっち側は怒るかった動画。あ、じゃあやらせ。ヘミワイの釣り目みたいな。あれおもろかった。あれおもろい。あれはね、人気シリーズ。ああ、そうだね。身内ならなおおもろいもんね。おもろいね。あれはおもろい。え、じゃあ、ハヤト。俺、お酒企画だね。ああ、オセロのやつとか。いやいや、あれね、あれもね、難しい。うわ、もうさすがにちゃんと見てくれてるから懐かしい。本当に嬉しいかもしれない。嬉しい。じゃあ、おもんなかった動画。続いて春馬かな。あれだね、ファッション動画。おもんないか、やっぱ。そうだな、興味ないもん。あ、そうだね。何でもいいもんな、そりゃな。どうしよう。最近唯一見たんだけど、なんかビッくんがひたすらどっかからチャリ乗って、あれビッくん頑張ったんに、ビッくん一番頑張ったんに、あれビッくんのライフポイントはつけろよ。あれよ、いや、もうしょうがない。俺ら以外でよく見る YouTuber はいる？俺ら以外 YouTuber 見るの？普段見てる。これは見てる。釣りお母さん。ああ、釣り好きだもんね、釣りお母さんね。ヤナスは天地無？いや、知らない。もう光るラファエルかな。あー、ぽい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 。やっぱ面白いよね。うん、おもろいね。男がザ好きな YouTube の感じかな。ハルマは。わかるか？料理研究家リュウジ。わかるわ。わかるわ。結構本棚出してるよね。そうそう、出してる。結構売れてるやつ。料理系をちょっと。あー、なるほどね。もう専門的なと、サクッと、ね、まあ、本田のバイク。あー、それはね、もう日本全国民見てるから、それはバイブだって。あれはあ、ゲーム実況とか見る？あ、めっちゃ見るわ。あー、そうだ。この撮影の後、何食べたい？えー、一斉に言ってもらって一番多かった飯を僕たちでおごります。はい、はい、いくよ、じゃあ決まった？全員行くよ。せーの、肉肉料理。何？焼肉。焼肉。沖縄料理。沖縄肉。肉。あー、肉ですね。肉で。肉で決定です。学生時代の思い出や辛かったこと、活動しててアバンティーズとしてやってて辛かったこととか、あー、なるほどね。思い出はありますか？思い出。動画を撮るだけに出す。あー、されてた。校長室にみんな並ばされる。あったね。めちゃくちゃ怒られてた。校長先生のなんだっけ、着信の音が変な着信でね。で、俺らが爆笑しちゃって、お前、俺が親だったらタコ殴りにしてやるよ。つぼに入ってた。そう、もう負の連鎖だった。いやいや、あれやばかったね。あの当時上げた動画、今上げたら炎上するレベルだった。いや、本当にあの頃は狂ったことしかしない。だってさ、川から飛び降りてさ、話してたの。話してたの。もうないよね、上がったよね、動画は。やだせは。いや、もう完全にその延長線で、先生5、6人の前で、その問題の動画を見て、爆笑して怒られるって、怒られるって。あれね、多分、We Are the World の動画なんだよね。
We Are The World の動画を A ちゃんが歌ってて、でそれ著作権引っかかるんじゃねえかみたいな、そうそう、親全員呼ばれてね、やってたんですよ、懐かしいですね。まあいいですよ、まあね、いいですいいです、楽しかったですよね、楽しかったね、ならいいんですよ。ロシア、そうなんだ、なんか代々木公園でお会いしたじゃないですか、したわーしたで、分かったので、ファンの方が来てくれて、携帯に直にマジックでサイン書いてくださいって言われて、サイン、俺つらいな、つらい、サインのベクトルだよ、つらい、なんで、いや、俺なんかでいいのって罪悪感罪悪感ね、オフ会もやったんだ、それカタカナにロシアって書いてもやった、大丈夫、大丈夫、これまだ丸つだ、ずっと丸つだ、丸つだ、丸つだ、丸つだ。じゃあ最後、これ最後ですね、これからのアバンティーズに望むこと、これはもう最後ですね、いいこと言うやつだよ、着的に締めですね、締めのいいこと言うやつだよ、みんな黙るな。じゃあやらせ、もうそうだね、今24歳だけどこれからもずっとやる中で、うん、もうジジイになるぐらいまでずっとやってほしいね、うん、あーあーそれは分かるわ、それはね、間違いないね、すごい同意見です、あ、どういったの、みんなの意見、みんなの意見、みんなの意見が、でも、総じて、長く続けてほしいっていう、死ぬまでのこと、いや、でも死ぬまでやりたいよね、そうそう、まあ、僕的には、こうやって集まれたわけですけど、またね、もう一回ぐらい、地元でもう一回撮りたいなって思うんですけど、あるわ、また撮ってもらえますか、いいね、いいね、もちろん、というわけで、どういうことの窓だったか、もちろん、一番近いアバニスだから、というわけで皆さん、次は地元での動画を乞うご期待、というわけで、本日の動画終わりたいと思います、ありがとうございました、ありがとうございました、来ていただいてありがとうございました、ありがとう、焼き肉行こうぜ、あとね、もう終盤ですよ、はい、こちら釣り目が町長に立候補するそうですが、どんなマニフェストを掲げてほしいですか、嘘でしょ、なんか酔っ払ってた時に町長やろうかなみたいなことを言ってて、みんなね、同じ地元なんで、うん、いや、やばいでしょ、この発言、うん、だからやばいよ、これ俺が町長やろうみたいなこと言ってたのよ、言ってたのよ、言ってたって、だからもうこれはもうこれを見てる、酔っ払って町長に対する宣戦布告、怖い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 、みっくん通用されるってことだよ、みっくんが町長になるなら、うん、どんなバッチにしてほしい、じゃあ代表して、代表してハヤト、代表してハヤト、これひどいよ、この質問ひどいよ、ちょっとこれひどいよ、これちょっとひどいよ、もう大喜利、おいおい、俺が悪かった。